中央は古の飛行機のそばだ。この辺りの数だな。証を揃えたからどんな相手であれ挑戦できるはず。ここは訓練場みたいだな。でも不死王はいない。探してみよう。飛行機だ。この辺りか。煙だ。調べてみよう。死を忘れた。お前の称号はいろいろ呼び名はあるけど、名前はアーロイ。お前は部族で一番の戦士だと聞いていたが、想像とだいぶ違うな。まあ誰もがヘカーロのような美男子にはなれんというものよ。訓練場で3つの証を手に入れてきた。ここに来てお前に挑めと言われたが、お前今でも。なるほど。それではアーロイ、証をしかと受け取った。さあ座れ。食うか。遠慮する。空腹のまま戦うのは良くないぞ。だが正直なのは良い。うん、本題に入ろう。よし、来い。なかなかきつい登りだ。私をおぶらなくていいだけマシだと思いな。ここらはここ数ヶ月で何度も何度も嵐が発生していてね。その度に大雨が降って大変だよ。ああ、この近くの村も嵐で洪水に遭っていた。ああ、血の爪痕か。まあ、あそこの兵士はベヒーモスのように頑丈だ。心配はいらんだろう。どうしたアーロイ、来ないのか。よく聞け、使えるのは槍と弓だけだ。分かったな。相手が降参するまで戦う。よいか。待て、その前に聞きたいことがある。なんでさっきしなかったんだ。何か食えたものを。え、なんだ。テナークスはどの一派も割と閉鎖的なのに、なぜ一派を問わず兵士を受け入れているんだ。族長になったヘカーロに頼まれたのだ。彼は訓練場を利用してバラバラな部族を団結させられると考えている。私は戦いの経験から各一派に優秀な戦士がいることを知っていた。だから受けた。お前は優秀な戦士しか鍛えないそうだが、例えば。お前が証を取った連中よ。ビラックは今でも負けを悔しがっとるだろう。20年ほど前にはヘカーロも鍛えた。勇士の何人もわざわざここまでやってきたが、みんなあざを作って帰ったね。じゃあレガーラは。ああ、あやつか。来たね。決闘しろと強制するように。だが断った。あやつだけな。何を教えても怒りでかき消されると思ったからだ。なんでこんな山奥に一人でいる。
答えを聞きたいならここで勝て。よし、じゃあ始めよう。手加減無用だ、アーロイ。良いな。鍛えられている。お前もなかなかだな。長年多くの挑戦者の相手をしてきて、大体はドイツも似たり寄ったりだったが、お前は俊敏で粘り強くしぶとい、常に一人で生き延びることを強いられた者の戦い方だ。私もそうだからわかる。血はつながっていなくともお前は同類だよ。同じ鉄のかけらだね。お前に望むことは一つ、生き延びるだけでなく咲き誇れ。その方が世界は良くなる。ああ、頑張ってみる。期待してるぞ。では、その槍を見せてみろ。危ないぞ。うん、美しいな。だがもっとよくできる。ありがとう。年の割に辛い旅を経験し、それは今後もまだ続くようだな。旅のわずかな支えになれたなら嬉しく思う。なったよ。もしまた訓練をしたくなったらいつでも来るがいい。どうかしたのか。俺はゾッカ。北から来たのか。血の爪痕から。それ地名でいいのか。砂漠にある村だ。その村の敗血でヴィレッカが兵士の皮膚に印をつけるんだが、最後の供給からだいぶ経っていて心配だ。何かあったと思っているなら誰かを送ればいいだろう。そうなんだが、水の配給で不満がくすぶってる上に、ヤーラとドラッカが争う中、人員は避けないんだ。北にある村は首都へ何か供給していると言っていたな。敗血？顔料の原料となるシンクの石だ。血の爪痕から供給される。村の兵士たちが届けてくれるんだよ。水の配給と引き換えに。水と引き換え？砂漠の民は砂の裂け目の水に頼ってる。ここも辺境の村もな。ただ最後の供給は数週間前。きっと彼らも水が足りぬはずだ。近くに行ったら供給の遅れについて様子を見てこよう。感謝する。北の砂漠と山の境界にある遺跡が血の爪痕だ。ケントックかナティーカから詳しく聞くといい。
ここがゾッカの話にあった村のはずだ。村全体が冠水している。嵐の被害かもな。避難できた人はいるのか。岸辺を調べてみよう。体に水がまとわりつく。ねえ、誰か聞こえる？どこにいる？今日から出られなくなったの。洪水で出口が塞がれた。上にはしごがあるけど届かなくて。分かった、入る方法を探ってみる。建物の屋上にあるはしごまで行かないと。隣の壊れた建物から渡れるかもしれない。あの木もう倒れる寸前だ。ほんの一押ししてやれば建物への橋代わりになるかも。うまくいった。あとは中を登って頂上まで行ければ、そこから生存者のところに渡れるはず。よし、はしごはそこだ。多分飛び移れる。はしごが上がったままだ。体重をかけてやれば下ろせるかも。うわあ、そんな、あそこからしか出られないのに。生存者は無事だろうか。みんな無事か？あなたテナークスじゃないわね。ごめん、無事よ。土砂崩れが村を襲った時ここに避難したの。でも瓦礫で入り口が塞がれてしまって、あのはしごから逃げるつもりが高すぎて届かなかった。大丈夫、別の方法を見つけてくる。他の仲間は無事なの？ここに逃げ込む前、仲間が北側にある洞窟のそばにある見張り台に登ってったのを見かけたわ。調べてみるよ。岸までたどり着けそうか？ここから出ることさえできればね。わかった、少し時間をくれ。保管庫から後で補充しよう。これでいいだろう。よし、もう出られるぞ。ありがとう、すぐに岸に向かうわね。よし、北端にある見張り台を探すか。予備があっても損はしない。おい、流れ物、土砂崩れで武器をなくしちまって身動きが取れないんだ。じっとしてろ、私が片付ける。支柱を壊せばあの岩で機械を潰せる。
んな大丈夫か？無事だよ。もうスナップモーもいないしな。あんた強いな。東の崖で立ち往生している仲間を見た。よければあいつらも助けてくれ。わかった、見に行ってみる。反対側の岸でみんなと合流するよ。ありがとうな。ここに怪我人がいるんだ。なんとか下ろしたくてね。急いで。待ってろ。方法を考える。どうにかしてテナークスをあの崖から下ろさないと。あの黒いのかどうか。うまく位置を合わせられれば橋代わりにできるかも。少し動いたが何かに引っかかってるみたいだ。水中を見るか。フォーカスで調べてみよう。岩にファイアグリームがついてる。爆破すれば。調べてみて、下ろせるか見てみよう。何かが重りになっているみたいだ。あれか、鉄を引っ張ったら重しがなくなってアームが下がる。この角度じゃダメみたいだ。あの鉄はここからじゃ引っ張れない。もっと高い位置に行こう。上に登って調べてみるか。あのケーブルを外せばアームが下まで降りそうだ。今からこいつを下ろす。気をつけろ。行ってもいいよ。おお、天の血よ。一体どうやったんだい？知らないけど本当に助かったよ。みんな大丈夫か？こいつは避難中に瓦礫に当たって足を折ったけど死にゃしない。どうしてこんなところに？この前の嵐で村が土砂崩れにあってね。洪水もこの崖のすぐ下まで迫ってたんだよ。でも嵐が落ち着く頃にはもう水が引いていて降りられなくなった。仲間を置き去りにはできなくてね。ここから岸まで行けるか？大丈夫。高台にナティーカがいたはずだしね。ナティーカのとこに行くよ。指示も仰げそうだしね。本当にありがとうね。よし、生存者はこれで全員だな。みんなナティーカというものと岸で合流したから、様子を見てくれ。あなたは横に。
になってここでよく休んでいる。休んで寝ていいかよ。兵士たちを助けてくれて本当にありがとう。アーロイだ。土砂崩れがあったと聞いた。この前の嵐で山の半分が崩れちゃって、土砂が村を飲み込んでしまった。犠牲者は少なかったんだけど、一人行方不明なの。ケントック分隊長よ。彼がここの指揮を取ってるの。嵐の時彼はどこにいたんだ。最後に会ったのは私よ。族長の衛兵として誓いを盾に村を出るって伝えに行ったの。だけど彼に除隊を拒否されてね。テナークスはみんな頑固だけど、彼は人一倍そうなの。それで喧嘩別れ。その後尾根から戻ろうとしたら土砂崩れが。謝るために戻ったのか。見つけなきゃ。ケントックが嵐で死ぬなんてありえない。土砂崩れにやられたのか。激しい嵐だったんだな。年々嵐がひどくなってきていてね。集中豪雨に落雷、それに鉄塔を揺るがす大風。今回は特にひどかった。ここも本来は乾いた土地のはずなのに、嵐で随分と変わったわ。首都では水が不足してる。この水は使えるか。裂け目が水不足。みんな問題を抱えてるんだね。でもここの水はダメ。この水は敗血に毒されてる。油と同じで飲めやしない。ここでは敗血と交換で水を得ていると入れ墨師の弟子から聞いた。そういう掟なの。他の村が食料や機械の部品で首都と交易するように、ここは石で交易する。それはとても重要な石で、一派では敗血を使って皮膚を彩るから、その石なしじゃ栄光の印を残せない。ケントックはお前の分隊長なのか。これまでずっと彼の分隊で鍛えてきたの。シェルスナッパー並みにしぶとくて、砂漠みたいに容赦ない人。でも鍛えてもらったおかげで剣の腕は上がったし、務めを果たすために戦う意味も教わった。大いなるものに尽くすためか。そう。でも彼は私をこの地に縛りつけ、大いなるものに身を捧げることを阻んだ。族長の衛兵に誓いを立てたいと言っていたが、それが勇士なのか。うん。勇士は族長の意志を伝えるために旅して回るけれど、衛兵は樹海にとどまって族長をお守りする。勇士と同じで衛兵になれるのはほんの一握り。なぜケントクはお前を引き止めたんだ。分隊と一派に仕えることの方が名誉なんだって言ってたけど、ここでやることといったら捕虜の材料集め。族長をお守りする役目には及ばないのに。もう一度村を見回りに行ってくる。最後にケントック。ナティーか。ここよ。ケントックは助かったのか。今探してる。あの方は崩落から俺を助けてくれたんだ。でも洪水に飲まれて洞穴に流された。洞穴。地下深くに続く古の通路。来て、案内する。ナティーか、命令をして。ここは危険だ。それに機械と戦えるのはここにいる半数だけ。どうすればいい。行って。洞穴は北西の丘の中腹にある。私もすぐ向かうから。これからどうすればいい。まず見張り役の兵士を数名配置して。了解した。後で保管庫から。あれが洞穴だな。古い鉱山のようだ。入り口は瓦礫で塞がれている。ケントックは洪水で中に流されたのかも。瓦礫をどかさないと入れない。
よし、この先に何があるか確かめよう。大丈夫か？お前がケントックだな。なぜ流れ者が私の名を？ナティーカに頼まれてきた。お前が助けた兵士から流されたと聞いてな。そうか、無事だったか。よかった。待て、ナティーカが戻ったのか？ああ、話に戻る途中で土砂崩れが起きたらしい。今は生存者の世話をしてる。私が間違ってた。女体を認めぬなど、兵士は皆部族のために奉仕すべきもの。彼女の言う通りだ。今さらだが、行かせたくなかった。有能な族長の衛兵になれた者を、もうあいつの希望を妨げはしない。この傷じゃ助からないって顔だな。私は務めを終えた。さあ、もう行け。いや、ここで死なせたりしない。出られる方法があるはず。無駄だ。登ろうとしたがダメだった。壁さえつかめない。地上から水が流れてる。通ってきたとこじゃないの。別のところからだ。それを見つけて量を増やせば、お前が身動き取れなくても地上に運べる方法があるかも。おい、ほら、気を失うんじゃないぞ。周りを調べてくる。まるでナティーカのようだな。ファイアクローのように容赦ない。ならもう慣れてるな。ここで待っていろ。ここから出してやるから。水が流れてくる場所を見つけないと。上に登って調べてみるしかないな。どこか別の場所か。近すぎてダメか。壁に金属が見える。一部引っ張り出せるかもな。下で見た滝はこの辺りから入り込んでいるはずだ。水源をたどってみよう。
時のために保管庫に入れておこう。水が漏れ出してるな。ファイアグリームを使って壁を吹き飛ばせれば一気に浸水が始まるはず。ケントックが塗る木材なら浮いてくるし。それを手にする者にのみ従う者。訓練でいつも言われてたっけ。叱る時も褒める時も耳にタコができるほど。でもきっと彼の言う通り、残るか去るかは私が決めること。謝れなくて残念だったな。そうね。これからどうする。まだわからない。血の爪痕は立て直せるだろうし、それが済んでからまあ衛兵になるのもありかも。まずはケントックを弔わなきゃ。名誉ある兵士としてね。アーロイ待って。あなたのおかげで仲間も村も救われた。これを受け取って。ありがとう。お前ならうまくやれるよ。暗くなってきた。もうすぐ夜だ。